どうも、トランペット奏者のまみやんこと中尾まみです。サムネイルにもある通り、この度東京浜松町にあるメズム東京オートグラフコレクションのショーケースにてトランペットとピアノのデュオで演奏させていただくことになりました。2020年に開業されたメズム東京オートグラフコレクションはミシュランガイド東京2021で早々に4つ星を獲得したラグジュアリーホテルです。今回は平日の夜の出演となりますが、10月31日月曜日19時から19時30分と20時30分から21時の2ステージを務めます。ファーストステージはクラシックとポップス、セカンドステージはスタジオジブリをテーマにお届けする予定です。一般の方も無料でお聞きいただけるようですので、もしご都合が合う方は素敵な夜景とともにトランペットとピアノの調べを堪能しにお越しください。それでは今回はピアニストのゆきやんこと二宮ゆき子さんとのリハーサル風景を少しだけお届けします。Thank you.
ちなみに来年2023年1月14日土曜日にも同様のスケジュールで出演予定です。そちらもぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のマミアンこと中尾マミでした。バイバーイ。